ああ、どっちかしか使えんってことか。メリーナのミャ？本当にミャ？梱包じ。誰の装備を整えたいの？任務内容に合わせた選択が大事らしい。相談数。多くの弾。相談数が多く、スイーツガールズの武器が良かったんだけどな。相談数が多く、マテリアルって装備したいマテリアルをどのマテリアルがいいかな。スロット足りるのかな。どのマテリアルがスロット足りるのかな。どのマテリアルがいいかな。スロット足りるのかな。どのマテスロット足りるのかな。装備したいマテリアルを選ぶんだよ。さっきのお菓子パワーですごい力に目覚めちゃうよ。いいわね。マテリアルは装備したいマテリアルを選ぶみゃ。スロットは足りるかみゃ。組み合わせは大。装備したいマテリアルを選ぶみゃ。にゃー、可愛らしさで解放したいアビリポ6個。グレネードや魔石を6個。グレネードや魔石をより遠くに投げれるようになるみゃ。サボりたいけど異世界だもんね。ま、まあ最低限マシンガン戦えるってことなんよな。弓とか使いたかったんやけど、ふにゃー、この武器すごく行くよ。ひっふにゃWee-hoo!
ローディング長いな、このゲーム。ジェネレーターを狙うみゃ。
あ、64式、完璧だね。64式か、89式か。お菓子たくさんもらえるかも。おお。すごいね。ご褒美に特製マカロンをあげるんだよ。あ、頭ついたマカロン。レベルアップしたよ。JKP めちゃんに入った。混んであるみゃん。これはオークが作ったコインなんだみゃん。これが異形を生み出す原因に違いないみゃん。ん？コインが異形を生み出す原因？そんなことある？金貨の力は偉大なのみゃん。異形の被害が少しでも減ってくれれば嬉しいんだみゃん。悲しい思いは他の誰かにさせたく。このコイン、薬莢と同じ材質の真鍮だね。異形を生み出すとか本当に信じてるのかな。とにかくどんどんコインを貯めるんだみゃ。そうすればうんうん、メリーナは先ね、やめるみゃ。メリーナは本当にふわふわす、うん、にゃ。メリーナはどうし、ラドリア姉がいないみゃ。え？ラドリア姉って先姉に隠し事してたのは謝るみゃ。だって魔導書を盗んだ人で手配書とかに載ってたよね。シルビア姉は悪いやつみたいに言ってたけどみゃ、メリーナにはそんな風には見えなかった。そう、あれは2日前、ちょうどドラゴンに焼かれた家を建て直そうと使えそうな木材を集めて、またドラゴンが舞い戻ったかと思ったんだけど、メリーナは原因が知りたくて、やがて資料の歌に混ざって、もう引き返そうと思ったその時だ。もう本当にびっくりしたみゃ。解放しようと連れて帰ってみると、村のみんなはどこに逃げたのか、とっても心細くなって、このちょ看板の手配書の顔が助けたダークエルフと同じだったけど、ラドリア姉は時々空を見上げては怖い顔をしていたけど、くんくんくん、キャンプからいい匂いが漂ってきたみゃ。ふにゃー、お腹減ったね。それはこの部屋を先姉に見せるため。それなら目的果たしたよね。そうだね。何か大事なことを忘れてる気がするんだけど。帰るな。ミッションをプレイするよ。